こんにちは。先日酒で酔っ払いました、ベガちゃんです。稲妻イレブン GO ギャラクシースーパーアンドはやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回なんですけども、前回なんかマグマから落ちてないけど、まあ落ちたらこの長老ログロスに助けられたのかな、助けられた感じなので、ちょっと今回は話をしていきたいなと思っております。一体どういう感じなんだろうこの人。話しかけてみよう。どうぞ、長老がお待ちです。謎の石についての話を聞くって感じだね、今回はね。お、では改めて聞こう。我らの縄張りになぜ地球人が踏み入った。俺たちはあなた方に尋ねたいことがあってきました。この星にあるという赤石を知りませんか。赤石だと。なぜその赤石とやらを求めるのだ。さあ、なぜなんだ。それはこの銀河を救うためです。何、本来星の存続をサッカーの勝敗で決めるなんて間違っています。確かにな。赤い石があればこんな馬鹿げたサッカー大会などせず、この事態を、銀河の危機を救えるかもしれないんです。ほう、何を根拠に。俺たちにどうかわからない遠い場所。それ根拠になってねえんだよな。あんまり根拠とは言えない気がする。それ4つの希望のかけらを集めて彼女の元にたどり着ければ、すべての星を救うことができるというのです。彼女はこの星で赤い石を探すと言いました。ピロリンじゃねえよ。それで赤い石か。安易な。まあな。教えてください。赤い石のことを。あんた知っ、あ、こんな姿勢は良くない。なんかお前知ってんじゃねえかみたいな。お前知ってる、教えてくださいっていう精神は大事だけど、お前知ってるんじゃねえかみたいな。そういうなんか、横暴な態度はいけない。悪いが、我々は何も知らぬ。マジか。それより一つ聞くが、その銀河を救えるという話にはどれほどの信憑性があるというのだ。その謎の少女と交信しているのは俺の仲間です。真実はまだわかりません。そいつの言うことを疑っている者もいます。ですが俺は信じてみたいと思っています。ああ、いい仲間だねこれはね。謎の少女か。不思議な話だ。なんで神道と言ったな。はい、お前たちはすでに見たであろう、翼を捨て機械化に溺れた者たちの姿を、街の様子を。ああ、ここでなんかちょっと権力争いみたいなのが。西の種族のことですか。そうだ、その者たちを率いているのは私。え、息子なの。あれ息子だったんだ。なんか親と子がさ、なんか権力争いしてるって、なんか悲しいな。あやつは機械化を否定する我らに知らしめたいのだ。うん。うわぁ、ちょっとなんか辛いな、これは。大会には俺たち、機械推進派のメンバーが出る。この進化した体でソウルを使う者たちを倒し、優勝することで、俺たちの正当性を証明する。その時こそ、あんたたちは自分たちの主張が間違っていたことを知るんだ。好きにするがいい。我らは誰も止めはせん。ふん、腰抜けどもめ。なんか、アルベ、これ息子が暴走してるね、これね。我らは自然と共に生きる。だが執着はしていない。空いてていた羽もやがては枯れる。喪失もまた自然の営みの一つ。なんか落ち着いてるねこの長老は。それに比べてアルベガはなんかめちゃめちゃ横暴な態度をとってる。あんたと縁を切って本当によかった。うわ、なんか悲しいなこういうのはな。でもこういう親と子の対立って、こう稲妻イレブンの世界以外でも、実際のこれ世界でもあるからね。悲しいわ。ありのままの自分、ありのままの星を信じられなくなっている。自然の象徴であるソウルでさえもだ。我らは自然に生かされているのだということを忘れて愚かな子だ。まあな、なんか悲しいねこういうのはね。お前たちの星はどのようなところなのだ。青い星、さぞ美しい星なのだろう。愛、愛じゃねえわ。はい、地球はとても自然が豊かな星です。俺たち地球人は空を飛べませんが、空は心を落ち着かせ、明るい気持ちにさせてくれます。そうか、お前たちも自然と共に生きてるんだな。あー、なんか、ここでログロスとちょっと心が通じたみたいな感じだね、これね。息子もそうだった。長老。うわー、アースイレブンよ。ガードンとの試合、全力で戦ってほしい。え?うん。もちろん俺たちは全力で戦います。そして必ず勝利します。当然だ。ふ、言い寄るわ。だが、お前たちを返す前に伝えたいことがある。伝えたいこと?明日の早朝、門の前で待て。なんか怖いね。なんか怖い。え?なんか、いけない薬とか飲まされるんじゃない?あ、なになに?
もうダメ、熱い、限界よ。これじゃ信徒たちを助ける前に俺たちが動けなくなっちまうぜ。あと32分35秒で日が暮れます。暗闇です。ごいなこれは。どうするんだキャプテン。一旦戻った方がいいと思うよ俺は。あ、神道さんからよ。みんな、俺たちは東の集落にたどり着くことができた。どうやら、あ、知ってるんだ。知ってるってなんか確信してるね、これ。うん。よかった。二人とも無事みたいね。石のことも何か手がかりつかめそうじゃない。だったら、俺たちがここにいても仕方、確かにな。助けに行くよりかは、ちゃんと戻って、やった方がいいと思う、俺は。うん。みんな、捜査が切り上げだ。日が暮れる前に、一旦ギャラクシーノーツ号へ戻ろう。そうだね。一回戻ってな。あー、仲間から外れた。ちょっと悲しいけどな。ちょっとこれ戻って、ギャラクシーノーツ号、行きましょうか。さあ、何があるか、これで。お、飯が食えんのかな、これ。ガードはどうだった？って、なんであんたたち、汗びっしょいじゃないかい！くっさって、くっさって、あ、でも、さくらちゃんの汗はなんか、ちょっと、なんか、いけない表現になりそうだったから、やめる。うん。早く脱いだ脱いだ、おばちゃんが洗濯してあげるから。俺は新たに、どうせ練習したら汗かくしな。僕も、お前は試合に出なくていいんだよな。うん、お前は試合に出てほしくないんだよな。うん。その新入者の分際でさ、試合に出ないでほしい。ああ、あいつは小さい。うん、あいつは小さいし、小さいやつだわ。心も小さいし。おう、練習だな。うん。みんな無理しちゃダメだよ。ガードン戦は暑さとの戦いになる。スタミナもしっかりと回復させておくんだな。まあね。スタミナを消費しすぎるのもいけないと。うん、みんな元気だね。やる気十分だね。はい。神道さんといぶき、本当に無事だといいけど。そうね。さあ、これ、あ、翌日？なんだろう。長老が言ってた、俺たちを返す前に伝えたいこととは一体何なんだ？てか、いぶきこれ寝坊してる？これもしかして。アルベガのため、ひいてはこの星のためになるようなことか。おい、神道。寝坊したかと思ったわ。いぶき、何をしている？決まっている。逃げるんだ。ロープを手に入れてきた。これで崖を降りるぞ。え？なんでいぶき逃げんの？いや、今長老の言う通りにしよう。きっと何か意図があるんだ。何を言ってる？あのじいさんになり、まあ確かに、言うては敵側の人間ではある。味方ではないからな。お前が彼と言っても俺は残るぞ。な！わかったよ。おー、従ったね。俺も残る。お前だけ置いていくわけにはいかないだろ。そういう発言が腐女子を、うん。腐女子が来ちゃう。ふっ。ち。いいね、イチャイチャしやがって。さあ。三匹出てきた。約束通り来たようだな。はい。それではお前たちに感じてもらうことにしよう。風をな。え、どういうこと？風？では、ここの準備ができたら声をかけよう。え、何？風を感じろって。ちょっと、なんか面白そう。心の準備はできたか？では、ついてこい。ちょっと感じてみよう。風を。え、なに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 、みんななんか、羽を広げて。おい、あいつら俺たちを狙ってないか？まさか俺たちを崖から突き落とす気じゃ。見せてみよう、お前たちの力を。耐えろってことだよね、要するに。マジで？果たして、いかなる結末となるか。え？やば、逃げた方がよかったじゃん。はぁ？はぁ？神道さんたち、なんで戻ってこないの？もう出発の時間なのに。まさか東の種族になんかされたんじゃ。その通りなんだけどな。あいつらマジで許さねえ。なんかさ、こっちにちょっと友好的な態度、なんかもてなしたりとかさ、長老とさ、長老がさ、いろんなこと話してきたのにさ、結局さ、試合当日にはさ、突き落とすんだよ。結局あっち側の人間だったってことだよな。本当に、そういうの本当にいけないと思う。アルベガより立ち悪いよな、ああいうの本当に。許せねえ。松風出発だ。スターシップスタジアムは居住区の北側に到着する。行くぞ。本当にいけないと思う、ああいうの。胸くそ悪いわ。超胸くそ悪い。
よし、みんな出発だ。ああいうのほんと許しちゃいけないと思う。うん、ちょっと行きましょうか、試合会場行きましょう。いやーマジで胸くそ悪いな。これもしかして振動と息吹マジでなしで戦わないといけないパターンかな。ちょっと辛すぎるな。まあ振動はまだなんかなんとかなるとして、息吹はなんか嫌な予感がするんだよな。なんか俺わかんないよ、わかんないけど、新助使えみたいな。俺遠藤使いたいけど新助使えみたいな、そういう指定がありそうで嫌なんですよね僕は。なんかそんな気がするじゃん、あの新助がめっちゃ練習してるっていうあの映像を見ると、俺は新助が強制的に出されるんじゃないかっていうすごい嫌な予感しかしないです。行きましょう、さっさとじゃあ行きます。来たー、すげえかっけー、かっこいい登場の仕方だ、これ。スターシップスタジアム。てか、やっぱ、俺思うんだけどさ、全部アウェイってやっぱおかしいよな。もっとなんかさ、たまには地球でやらせてほしいよな。なんで全部アウェイなの？ほんと不公平だと思う。もしかして全部くじ引きで負けてさ、アウェイでやることになってるとか、あるかな、これ。それだったらさ、マジでこの稲妻ジャパンのくじ運ってないと思うんだけど。さあよし行こう、ちょっと行きましょうか。さあ振動と息吹が来る気配はないですね。ちょっと入っていきましょうか。マジでこれないのかな、マジで来なさそう。なんかやだ、今日は彼女との初デートだからいい席を取ったんだ、なのに彼女がまだ来ないんだ、ひょっとして振られちゃったのかな、ざまあびろ。そういう話聞くの大好き。うん、お前たち地球人の敵ではない。さあ、うわー満員だねこれ多分、この歓声からしてまた超アウェーの展開だよこれ、やだね。うん、あ、なんか木の葉がもう疲れてる。イエーイエブバディ、グランドセレスタギラクシー3回戦アースイレブン対ガードイレブンは間もなく試合開始。大会屈指のホットなフィールドでどんな熱いゲームが繰り広げられるか、チェキラー。あ、暑い。この、その髪の毛は確かに暑いよな。うん、切った方がいいと思う、俺は。なんかやたら暑いんだけど、なんで？見て、これ。え？え、なにこれ？え、細工？これは熱風の排気口のようですね。力の熱を出すことで、近くの安定を保っているのでしょうか。なんでフィールドを囲んでいるんだろう。どういうこと、これ。なんか怪しいね。そうやってなんか消耗を狙おうとしてる感じかな、熱風を出して。まあガードン人は慣れてるけど地球人慣れてないから熱い風出してさ疲れさせてやろうぜみたいな、そんな感じか。これ西園、やっぱりじゃーん、やっぱりこいつじゃーん、やだ、ほんとやだ、なんでこいつ、ほんとやだ。やっぱ嫌な感じしたんだよな俺、息吹が来ないからって言って新助になんかキーパーになる予感がしたんだよな俺。うん、任せて。水川、振動と息吹も出場登録しておけ。え、戻るかわからないんですか。お、なんか信じてるっていう感じか。これ黒岩監督何か考えがあるのかな。さあ、そして誰だこいつ、誰だこいつ。ロザンはどうするつもりかな、この試合。試合って言えばさ、俺試合の前の夜って興奮しちゃって眠れないんだよね。ガンダレさ、そういう時はホットミルクを飲むとよく眠れるんだ。え、なんでだ？ホットミルクだけにホッとするだろ？くっさ。そっか、すっげー、すげーことしてるな、リアルに。ふふん。くさすぎるわ。くさすぎるわ、このコンビ。うん。リュゲルとガンダレスでしょ。うん、聞いたことあるわ。あれれー、アースイレブンは正キーパーの司令塔がいないんだ、楽勝だね、ふひひ。卑怯な手を。で、満足してくれた、これなら君たちでも勝てるよね。く、こんな奴をチームに入れるなど。勝利のためだ、やむを得ない。うわーなんか、でもなんか、あっちは、自分の手で、なんかあの助っ人はさ、自分の手で、振動と息吹がいなくなった、みたいな、思ってるけど、実際は、西の種族にやられてるからね、実際はね。うん。実際はな、そういう
うん、全く別のところにやられてるからね。アースイレブンよ、俺たちはこの進化した体でお前たちを倒す。キックの進化を解けた我々の力を応援するか。いい、なんかロボットってこんな感じの話し方しそうだよね。まあ、てな感じで、今回これで終わりにしていきたいと思います。今回は、まあ、神道と伊吹がいなくなりました。さあ、次回、ガードンイレブン、倒したいと思います。さあ、神道と伊吹は帰ってくるのか。しんすけでゴールを守ることは俺はできないと思います。早く帰ってきてほしいです。この動画良ければチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またの。